メキシカーナクリックとは、メキシコの航空会社。ホテルチェーンのポサダスグループの子会社で、メキシコシティ国際空港を中心に、国内線を数多く展開している。当初は格安航空会社として設立されたもので、あるが、メキシカーナ航空のローカル路線を受け持つという位置づけを経て、現在もそれは継承されている。メキシカーナクリックは1975年に、アエロカリベとして設立され、同年7月12日より運航を開始した。もともとはユカタン半島の投資家によって設立されたものであるが1990年8月23日にメキシカーナ航空に買い取られ、ローカル路線を担当する子会社として、フェアチャイルド FH-227 とダグラス DC-9 で再出発を果たした。2005年6月からは、フォッカー100へと機材を切り替えた上で社名をアエロカリベからクリックメキシカーナへと変更し、メキシカーナ航空のメキシコシティ便のうちシュダー、デルカルメン線やコスメル線など一部の路線を継承した。2005年12月にポサダスグループへと売却された。2010年8月28日、運航を停止した。メキシカーナクリックのボーイング717から200型機、メキシカーナクリックはフォッカー100を主な機材として使用していたが、2009年2月よりミッドウエスト航空が保有していたボーイング717から200に置き換えると発表し、現在までに7機が導入されている。2009年3月時点での保有機材は以下の通り、平均機体年齢は15年2ヶ月である。機内の座席はオレンジ色と灰色の革製シートとなっており、それと調和するように、オレンジ色のカーテンが備わっている。また、機内前方には、親会社であった、メキシカーナ航空のロゴをモチーフとしている、メキシカーナクリックのシンボルマークが付けられている。ありがとうございます。